にちは、レンです。ブナです。この間、シュンさんとのさ、動画上がってたじゃない。はい、俺とね、シュンさんのね、のコメントでさ、もう爆痩せしてるね、ブナさん。はいはいはい。の多いじゃん、なんか最近多いね。どうしたん言われても俺はよくわかんないんですけど。俺もわかんない。ストレスとかじゃないの？ストレスだったとしても動画でうんって言わない。いやでも俺はね、痩せすぎみたいなコメントにはもう何も思わなかったんだけど、あの回のコメントちょっとね、俊太郎褒め言葉が多くて、あ、これみんな気づいたんだって。レンと俺が、まあ、前から出てたから、なんかレンと分けて違う種類のかっこいいみたいな、言われてることもありました、今まで。コメントとかで、バレた、バレたね、俊太郎のせいで完全に、ああいや違う違うみたいな。イケメンってこういうことだみたいな。シュンさんのまたイケメンのタイプはもう王道というか、そうね、王子様系というか。でもさ、どちらかといったら塩顔じゃん。まあね。だから俺もう二度と出さない何よ彼を。どうかでも最初の人から言わせてもらうと、はいはい、全員に俺はそう思ってる。そのブナが出た、はいはい、ね、うん、今までその俺だけを見てくれてた人たちが、えっかっこいいみたいな、はいはい、今まではレン君レン君だったのが、はいはいはい、もう私ブナさんに移行しますとか、はい、俺はブナさんのファッションだわみたいなのがブワーってなった時に、うわそれをレンはもう45人になってるんですよ。最下位なんだよ俺は。いいえ、違う違う、違う違う違う、もうだって見ないもんね、レン君かっこいいみたいな。一切見ない。確かに確かに、もうなんか、まあ、褒めれ慣れやがったよ。慣れやがって見てくれてるのやがった。ありがたいですけど、そう、みんなを ね、好きになってくれるっていうのはありがたいですけど、ラジオじゃないんですけど。いや、そうだよね。そうだよね。じゃなくて、はい、まあ、うちのアパレルグッズをね、月一で出したいって俺は思ってるから、あれだよね、今年の目標みたいにしたんだよね、それ月一で出す。そうそうそう。で、その前回金玉が出た、アスとのコラボ。これなんかあのまんまとさ、ね、アスのさ動画がさ広告ダメだなんですよね。まああれはいいの、別に。YouTube 内で一番金玉って言ってる数が多い動画を作りたいっていう趣旨だ。ああそうだよね。そうそうそう。でまあそのね、月一でその俺は作りたくて、でもいやいや一回出すわ。一回。何？久々で緊張してるし。一旦出す。一旦ね。もう伸ばしてもしょうがない。そうな。でまた T シャツをね作りました。はい。ちょっと早速デザイン見せるんですけど、はい、こんな感じです。いやちょっとくしゃくしゃだけども、女の子がお酒のグラスの中に入ってて、で蛇が絡まってるっていうデザインなんですけども。でこれね、白と白は緑のプリントでしょ。はい。で黒がいつものこのクリームっぽい色味のやつ。うん、で今回青も作ってみました。青は白。初だね、青は。青はね。でこの胸プリはもううちのセカンドロゴにしようとしてる、はい、あの文字ね、タトゥーの No drunk or drinking, you must be 18 の removing ってやつを入れてますと。前回のキャップのもあこれですね、この文言と同じ文言をセカンドロゴにしたいという、うんうん、今回はね、ちょっとうちのグッズの中で多分初めてと言っても過言ではないんですけど、うん、あのタトゥーデザインっぽいのをちょっとあえて入れてみたの。今まではその俺の中でそのタトゥーデザインって T シャツにデザインを落とし込むとダサくなるっていう概念みたいなのがあってやってなかったのね、うん、俺の中でなかったけどね。いやでも俺これ見た時にこれが多分10年後とかに古着屋とかで並んでるのがちょっと見えたもんね。昔の T シャツってさ、こういうちょいこださいみたいなのいっぱいあるじゃん。いらないなら最初から。いらねじゃねえんだよ。いらねえじゃねえ。いらねえ。全然入ってこない。俺も何言ってんだろう。
然入ってきてないよ、みんなも。うん、一旦ちょっと C してみて。そのタトゥーデザインの中でこれは着たいっていう俺の中であってさ、うん、それがそのメンズルーインっていうそのタトゥーのモチーフがあるんだけど、うん、もう直訳すると、まあ、メンズで男でルーインがなんか破滅みたいな、波状みたいな。ああ、そう、破滅って感じ。そう、男をダメにするものっていう、うん、まあ、テーマの中で女の子、ギャンブル、そのピストルとかその暴力みたいなとか、乗り物、車とか、女の子が言う男って何であんなの好きなんだろうね、みたいなのをその詰め込んだデザインっていうのがあるのよ。はい、なんか俺それがすげえ好きで、テーマがまず、そのダメ男を、肯定してるというか、わかるね、わかるわかる。そのいい男になろうじゃないのよ、こんなダメな俺を許してよみたいな、そのニュアンスすげえ好きで、でこのメンズルーインは俺もうなんかやりたいなと思って、それを今回テーマにしてデザインしたのよ。うん、でその中でも一番メインとなる女と酒と、でこの蛇が絡みついてるのは女遊びしちゃダメだよ、お酒も飲みすぎちゃダメだよって言われてる中で、どうしても女遊びしちゃう、お酒も飲みすぎてなんかやらかしちゃう、でその欲に溺れてやってるうちにそのどんどん自分を締め付けるみたいな意味で、ヘビーを入れてます。すごいね。あ、そういうのがやっぱ浮かんでるんだね、ずっと。浮かんでる、3年後。うん、すごいね。まあ確かにレン、ギャンブルはしないけど暴力はするもん。緑っていうのがまた絶妙でいいのよ、最近レンが着たいから。はい、あれこれサイズなんだろう、 M じゃない？ M か、うん、ちょっと俺の着方とは違うけど、そうね、こういう感じだよね、うん、このタックインしてる、あ、いいね、うん、いい、うん、これ届いてから初めて着てるの見たけど。うん、いいわ、いいね、うん、あ、いいね。あ、俺このなんかわざと細く着るのいいよね、の方がデザインに合ってる、うん、なんかオリンピックって感じだよね、この青の色。バン、オリンピック、あれもう今なくなったことなかったことになったじゃん。今嘘、いや、分からんでもない。分からなくあれ。ファッションってこういう色のないね、青 T みたいな、ないね、ないよね。デニムとの相性めちゃくちゃいいよね。はい、黒ね、水とも分かる、うん、もう黒はなんかレンいつも着てるって感じですね、うん、そのタトゥーのデザイン自体はめちゃくちゃ書き込んでるから、うん、これ入れてくださいとオーダー可能なぐらいタトゥーデザインっぽいんだけど、はいはいはい、でそれあえて単色でやって、うん、女の子の目つきとか、はい、もうちょっとそういうとこまで見てほしい、ね、おー、アウトラインだけだけど女のエロみがもう興奮するもんね、自分で書いてるけど。何になろうとか。ちょっと目つきとかも注目してほしいポイントではあるんだよね。もうキッじゃないのよ、もうキッじゃなくて、あ、そうだからヘビに縛られちゃうんだけどね、うん、うん、いや、よくやったわ、よくやりました、うん、じゃあそのいつもブナからいただいてる、やつを言います。いや、俺が言うていいじゃん、俺言うのに。7月30日土曜日発売です。なんかもうずっと土曜、いつも、まあそうだね、うちの商品はで昼12時、昼12時から販売開始になります、うん、販売開始ってか、あの受注生産です今回も、うん、でこれはなんか前の T シャツと違ってそのオリジナルボディじゃないボディを使ってるので、うん、制限、数に制限とかはございません。どうだったんだろうな、反響というかオリジナルボディ、ああどうだったんだろうね、よかったですか、反響。確かに聞いてないけど、そうそう、あれだからみんなのコメントとかでさ、ここもうちょいこうしてほしいとか、ここめっちゃいいわとかがあれば修正できるのよ、作ってるから、ゼロから。あ、一個あったかも、 M と L が差があんまりないかなみたいな、ね、俺らやっぱり基本 L じゃない、みんなが。だ M もゆうたさんでちょうどいい感じの M だもんね、あれ、うん、もうちょいちっちゃくしたと、うん、もうあったなっていう感じ。まあまあなんかそういうのあったらね、そうですね、言ってください、はい、受注期間1週間ですね、うん、はい、1週間になっ
りまして、前は2週間だったけどね。そう、なんか2週間目あんま意味なかったんですよ。あやってみて。まあ忘れるしね。忘れる忘れる。まあ1週間でいいじゃない。うん、 MLXL。 あ、これはジャストアイディアなんですけども。ジャストアイディア、ね、最近よく聞くな。いつも打ち合わせの時に俺がジャストアイディアって言ってるみたいな言い方するやん。ルイ君が言ってて、それをいじってみんな使うから最近よく聞くなって。ジャストアイディアなんですけど、ステッカー作ったじゃない最近。ああ作ってたよね。でやっとそのもうこれっていうステッカーできたから、うん、あれも入れたらどう？あ、これに？俺インスタのしたっけ？なんか、うん、欲しい。あ、嘘。うん、シンプルロゴステッカーでしょ。そう、シンプルロゴステッカー。わかった、お付けします。マジ？え、違うの？そんすんなりいくんだ。別にあれ販売目的じゃないじゃん。うん、そのなんかノベルティと来てくれた、予約してくれたお客さんに配ったりしてたから、うん、まあいいかなっていう感じ、うん、いくら？これ5720円。いつもと一緒。いつもと一緒、税込みで5720円。 あのいつもとっていうかあれね、これあれです、一番最初に出た赤ちゃんのやつと去年ビーチロマンス第3弾的に、そういう感じだもんね、テンション的に。うーん、まあそうかも。あんちゃんので、それと値段は一緒で5720円。はい、うん。あ、マジでステッカーいいんだ、よかったね。言ってみるまで。何枚つけてくる？1枚じゃねえ言い方してる。1枚じゃねえ。2、3枚。1、2、3ぐらい。 あ、T シャツ1枚につき1枚にすれば2枚買ってくれた人は2枚。うわ。何これ。これが悪者じゃん。それでいいか。じゃあまあまあまあ、そんななんか期待しないでって感じ。これあれ、左胸のこと言っとく？ちょっと位置ずらすって。そう、うん、もうちょっと下でこう。うん、そうだね。あ、まあちょっとずれますと。はい、そんなところですか。うん、ね、あとなんかあるかな。なもんか。なんか腰の手の当て方すごい嫌だよ。どうすればよかった？いや、どうすればよかったとかじゃない。なんかもう3回は抱いてる子みたいな。ちょっと雑になる。わかる、わかるな。もう足とかもこう。あー、もうあ、そんなんされたら最悪だよ。そんなんされたらもうすぐタバコ吸うでしょ。終わった後に。え、終わった後にどれだけ早くタバコ吸えるか選手権やってるの自分で。エッチしてる時に把握するもんね。タバコの位置。あ、やだね。やだね。うん、やだよねじゃない。でもそれがいいみたいなの言うけど。ねえよ。このセリフで複数に抱いてる。全部冗談です、冗談。終わってください。終わっていいか、うん、はい、みんな買ってね。ではまた。買わなそうだね今の。